酒を手に景色を堪能しようとしたが、いざ！よく考えてみた。先生の性格からして、砂漠に一人で来たということは、もう戻れない覚悟を決めていたんだろう。先生は好き嫌いが激しく、独断的な人だ。おそらく、逃げようと説得するのも難しい。僕も同意見だよ。ナフィス先生も言ってた。ジュライセン先生は石頭だって。ああ。それと、他にも思い出したことがある。沈黙の殿の情報については、みんなも知っての通りで、俺に補足できることはない。加えて、この場所に関する記憶は曖昧でな。おそらく、罰霊による影響だろう。ただ、小さい頃によく頭痛がして、熱を出していたのを覚えている。急に崇高な感情が湧いたり、ぼんやりとした影が見えたりした。残念だが、どれも断片的なもので、はっきりと記憶には残っていないが、子供の頃の俺は、頭の中に強い意志が存在することしか理解していなかった。今思い返してみると、交流ができずとも、ヘルマヌビスは何らかの形で人間を励ましていたんだろう。この精神に伝わる力こそ、奴らが信仰しているものなのかもしれない。ヘルマヌビスの意志と力は確かなものだ。だから。あいつの脅しに屈するつもりか？もっといい方法はないのかよ。ああ。俺も返すつもりは毛頭ない。確かに、七柱の力を今後どうするか、それを左右する資格は、奴らにあるかもしれない。だが、スメールを守るためにも、俺にはこの力が必要だ。正面から堂々と。この力を再び自分のものにしてみせる。そういえば、出発の前にアルハイゼンから助言をもらったんだ。昔の沈黙の殿は、古い貴族みたいな組織で、常に礼儀作法に縛られてたって言ってた。あと、カーベが砂漠で仕事中に聞いた話によると、部族のほとんどは独自のルールを持ってるらしい。それから、砂漠の人間たちは、自分の血筋と部族に逆らえないってよく言ってるみたいだよ。だから、相手の土俵に立って、こっちから先に意見を提案してみるのはどうかな。俺も同じことを考えていた。奇戦を制して相手が拒否できない条件を提示すれば、交渉をこちらのものにできるかもしれない。うん、これでどう切り込んだらいいか見えてきたね。だったら僕は医学の知識を生かして、おじいさんの体を見てあげるってセトスに持ちかけてみようかな。待たせたな、セトス。
考えはまとまった？その前に、僕はちょっと医学をかじったことがあるんだ。バムーンの体を見せてくれないかな？ああ、でもこっちにも医者はいるから、小細工しようとしても無駄だよ。いや、ただ確認したいだけさ。そう、ついてきて。静かにね、そっと。外で話そう。バムーンは深い昏睡状態にあって、容体はあまり芳しくない。君たちの医者も多分同じ結果を導き出しただろう。若い頃にひどい怪我を負った後、過労のせいで病気にかかり、年を取って体が衰えた。残念ながら彼みたいな人は僕もよく見てきた。こういう状態だと普通長くてあと数日しか持たない。とっくに知ってたよ。お前はバムーンの継承者だろ。彼のことを尊敬しているようだが、お前らの考え方は全く同じわけじゃない。お前が懸念している点はもっと多く、より現実的なものだ。条件を言え。バムーンの目がまだ見えてるうちに決着をつけよう。お前もそれを望んでいるのは分かっている。そうだぞ。この件がこれ以上引き延ばせないってことはお前も分かってるはずだ。実を言うと、君たち二人はどちらも似たような状況に置かれてる。どちらも自分を育てた人とは違う考えを持ってるんだ。しかも別の世代のトラブルなのに、決着をつけるのはセノとセトス。君の言う通りだ。この件において双方の立場はすでに変わってる。セノ、君の言い分を認めるよ。全てはヘルマノビスから始まったことなら、あの方の儀式で決着をつけよう。ヘルマノビスが初めてトゥライトゥーラに着いた時、決闘に参加したと言われてる。彼と二人の仲間が連日戦ったことで人心を取り戻し、それで勇士を大勢招いたらしい。その人たちは後に沈黙の殿の一員となった。これが僕たちの始まりであり、僕たちの儀式、決闘の儀だ。理にかなってるな。こちらもその方法で構わない。君もヘルマヌビスの力を宿していて、沈黙の殿と深い関わりがある。仲間と一緒に決闘に参加するといい。3対3だね。いいよ。ただ条件がある。君たちは攻め手として参戦全勝しなければならない。それにセノ、君も僕も自分の持つ罰霊をかけるんだ。ジュライセンが罰霊を持ち去ったのをじいちゃんは許した。でもそれはじいちゃんが道場から犯した過ちだ。沈黙の殿が越えなければならない壁でもある。この点は絶対に譲れない。望むところだ。もし俺が勝ったら、沈黙の殿はジュライセン先生を解放し、過去の出来事は水に流してもらう。お前が勝ったらこの力を返そう。ああ、約束だ。じゃ、明日の夜8時、儀式ホールで会おう。心とはもう違う。旧友とまた。
ここまで話が進んだんだ。もう後戻りはできないよ。今更だ。先生がこっそり家を出て行った時からもう戻る道はなかった。勝たないとね。大マハマトラにも君自身にもその力は必要だから。そうだな。それにその力は長いことお前と一緒にいたんだから、きっとお前のことを認めてると思うぞ。大マハマトラにも俺自身にもか。そうだな。確かに俺も苦難を乗り越えてこの力を自分のものにした。誰にでもできることじゃない。おう、その息だ。うん、僕と旅人は絶対に負けないよ。俺もだ。砂漠の文明は非常に古いもので、様々な理由でウリンとの間に隔たりができた。リシアが言っていた通り、先入観は人々の間に壁を作ってしまう。心の病は全ての根源だ。バムーンが気にしているのはそれだけじゃない気がする。セトスも悪い奴じゃない。あいつにはあいつなりの考えがある。全ては明日決着がつくだろう。次はどこに行くんだ？リーユへの名所を巡りたいな。いい案がいくつかあるぞ。いざ！知恵の頂点であられるヘルマヌビス様、その権威と威厳の前で本日我々は再び決闘の儀を執り行います。これは極めて神聖な儀式であり、決闘の目撃者は横槍を入れることなく敬意を胸に抱きながら祝と見届けなければなりません。そして今回沈黙の伝陣営は守り手となります。ちいちゃん、来てくれたか。何年も経ってまたこの儀式を執り行うとは、セトス。自分が何をしてるか分かってるよ、じいちゃん。安心して見ててくれ。対して強霊院陣営は攻め手となります。準備は万端だ。実力を持って主導権をつかみ取る。それでは双方所定の位置へ出場順を決めてください。ここでは来る者も去る者も問わず、勝敗が決するまでヘルマヌビス様の力をかけて戦うことになります。僕も同意見だ。旅人は強い。先陣を切れば相手の勢いをそげる。ならその次はティナリに任せる。うん。こっちは決まった？こっちもいいよ。さあ始めよっか。第一戦の戦士、前へ。
焦るなよ、安全第一だからな。おい、そこの嫌なやつ、そいつを怪我させたらおいらが許さないからな。あっちの観戦席ちょっと騒がしいね。戦は早くも終わり、続いて2戦目の選手の登場です。準備ができましたらいつ始めていただいても問題ありません。始めよう。気をつけろ、うまくかわせ。ひなり、頑張れ。試合前に水分を補給していた。多分大丈夫だろう。音が聞こえる。一応目を覆えば。よっよっ、めくれまし。せいやっほっえっはっやっほっせっはっせいよっはっやっよっ、それ一応目を覆えば。えっ、根こそぎにしてあげる。えっ、やっやっ、めくれまし。ほっせい、それえっやっ。第2戦終了。3戦目の選手、前へ。準備はできてる。僕もだ。これがこたびの儀式の最後です。双方が提示した条件をお忘れなきよう。準備ができましたらいつ始めていただいても問題ありません。僕はヘルマヌビスの力の適合者であり、沈黙の殿の現首領であるバムーンの孫セトス。長きにわたり我ら沈黙の殿はヘルマヌビスの御心に従い続け、その日を守ってきた。そして自らを守る力を手に入れるため窮地に陥った時、実験を行った。ヘルマヌビスの知恵と力に付き従い、かの魂が光と共に降り立つことを願ってる。今僕は力を手に入れるために戦おう。俺はダイマハマトラ、セノ。賢者ジュライセンの生徒であり、後継者だ。この力と先生を、そして、俺の住む国を守るために戦う。お前はどうだ？まだ口にしていない言葉があるだろう。崇高なる血統である以上、ヘルマヌビスの前で本心を語ってみろ。じいちゃんは聡明な指導者でありながら、血にまみれた名を背負う首領でもある。じいちゃんがどう考えてるか分かってるし、僕に対してどんな期待を抱いてるかも知ってる。僕たちはずっと信仰に縛られてきた。でもある日、僕はウリンに行ってシティに住む人々に出会った。時代は変わって、今のスメール人はより幸せに自由に暮らしてるようだった。高いところからシティの風景を眺めてたら、君のことを思い出したよ、セノ。君もその力を持ってるのに、僕とは全く違う人生を送ってる。ヘルマヌビスの末裔にはそれぞれ象徴がある。異能、栄光、そしてまだ解明されていないものも。多分僕たちの得た末霊の象徴が違うから、こんな違いが生まれたのかもしれない。あるいは
君はすでに僕の持っていない答えを見つけたんだろう。俺は戦士である前に俺という個人だ。うん、そうだ。君も僕もヘルマヌビスの器だけど、完全にそうというわけじゃない。その名は僕たちに影響を与え、僕たちの人生を変えた。君ならきっと僕の質問に答えられるだろう。この力と信仰以外でこの僕に何ができるかを。さあ来い。これが全力か。答えを知ろうとしていたはずだが。勝負はついた。まだやるか。君の勝ちだ。もう答えは見つかったようだな。栄光を君に託すよ。あの輝きは我らが孫主祭祀の頂点ヘルマヌビス様だ。あの雷光こそかの化身であり意志そのもの。あの方はもともとティナルの勇士、砂漠より現れ神王アフマルに仕えた。神王の逝去後ヘルマヌビス様は信者たちを連れ、長年祭司を務めたティナル人とトゥライトゥーラに沈黙の殿を設立した。それが我々の始まり。その役目はキングデシレト文明が残した知識を守り管理することだった。百から百数十年後、砂漠で動乱が起きた。砂漠の王たちが次々と戦を始め、わずかに残された文明も戦火によって滅んだ。知恵の国トゥライトゥーラだけがティナル人の導きのもと災禍を免れた。だがそれもつかの間、獣たちはキングデシレトの知識が隠れるトゥライトゥーラを狙った。ジュラバドの王は軍勢を持って包囲し、その意向を示すため使者たちに沈黙の殿の支配権を差し出すよう命じた。
都の貴族は覇者と結託し、沈黙の殿を裏切る形で自身の統治を守った。そしてこう弁明した。沈黙の殿が持つ知識こそ汚染の根源だと。一時沈黙の殿は孤立無援に陥った。我らが孫子はキング・デシェレトの知識にあった汚染の拡散を防ごうと党に力を使い果たしておった。あの方は沈黙の殿を存続させるためその身を砕き、力を継承する義により人に憑依した。沈黙の殿が覇者の軍を退けたのもこの力のおかげだ。しかしわしらが英雄扱いされることはなかった。未知の力を砂漠の民は畏怖しのけ者にしたのだ。やがて沈黙の殿の者はトゥライトゥーラのティナル人と共に砂漠を離れ雨林に入った。その後は想像に難くないだろう。トゥライトゥーラの貴族は滅ぼされ、戦火は砂漠を焼き尽くした。そしてわしらは秘密と使命を背負い身を隠して流浪するようになった。裏切られたわしらは砂漠から雨林へ向かったが、不信感から砂漠へと再び戻った。長い長い出来事だ。しかし今日沈黙の殿はヘルマヌビス様の輝きを再び目にできた。礼を言おう。おい、大